こんばんは。今日は暖かかったですね。本当に今日春っすね。だいぶ今日春、春が来ました。もう桜咲いちゃった、はい、桜咲いてました。皇居、うん、今日皇居行かれた。皇居、はい、ランニング的な感じで、ジョグ部、ジョグリングみたいな感じ で今日いっぱい走ってた。あのね、8時くらい意外に空いてた。朝の8時に走ってんの？ええ、まあ何時に集合してんの？8時集合してんの。それもうなんか普通に会社行くより早いじゃん。そんなことないよ、みんな会社行ってたよ。え、走った終わった後ってこと？いや、普通に前からサラリーマンの人とかがエッサホイサ通勤している横を走る、うん、そうです。朝8時なんてみんな走ってんだ。もっと早いんじゃないですか、走る人は、うんうん、出勤前、出勤前7時とか6時とか、うん、今もうだって日がすぐ明るいからね。そうそうそう、もう今朝5時ぐらいでも明るいからね、うんうん、その頃走って、うん、あそこのなんとかってところでシャワー浴びて、ジョグリスですね、うん、ジョグリスとかそういうロッカー的なシャワールーム的なとこで、銭湯入る人もいるし、で仕事行くんだ、うん、あ、私にはできんなそれは仕事行く前に走るってどうよ、うん、ないですねまあ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 、まあうん、走るにはいい季節ね。すっごい気持ちよかったよ、はい、しかもさ、皇居って桜いっぱいあんだよね。うん、いっぱいある、うん、でもね、まだね、なんかね、日が当たるとこしかね咲いてない、うん、うん、次は5月あ、じゃない、4月次はどうだろうね、1ヶ月後ぐらいってこと、うん、じゃあもうなくなっちゃうね、うん、でも、のむちゃんがまだ桜咲いてる頃に走りたいって。じゃあなんか毎週になっちゃうよ、うん、夜桜だよね今度夜桜しながらのジョギング夜、うんうん、あ、そう、うん、まあ、まあまあ別に夜走ってる人も結構いると思うからね。夜の方が混んでるね。夜の方が混んでるの？うん、夜の方。何、仕事終わった後に走るの、うん、あそこ皆さん大変だね、うん、わかんそんなにみんな走りたいの？そのようですよ。ふーん、まあ私も今ちょっと朝週一で出かけてるとこがあるんだけど。あ、そうなんですか。うん、朝7時前、うん、早いね。うん、そこでもすんごい桜がいっぱい咲いてるところ、あ、いっぱいっていうか木がいっぱいあるところ通るんで、うん、もう咲くよくらいな感じだったから、うん、毎日ドキドキワクワクだね、まあ、週一なんだけどね、だから次の時はもう満開かもしれないと、うん、そうだね、そこすごい本当に桜並木なの、うん、へえ、ちょっと楽しみ、楽しみです。なんだけどあんまり早く咲かれちゃうと困っちゃうね、困っちゃうから、うち、うん、4月5日が一番桜が満開っていう風になってくれないとね、うんうん、まあ他の地域はどうでも隅田公園は少なくともそういう風になってくれないと困るんで、はい、とりあえずそこのところよろしくお願いするみたいな感じで今日も放送行きたいと思います。いいですか、はい、はい、ということでヒロコビッチの穴本編スタート。Organization. Can you hear me? Okay, and it called My Face, My Style.
皆さんこんばんは。こんばんは。見た目問題を解決すれば世界が変わる。誰もが自分らしい顔で自分らしい生き方を。政治、経済、国際社会、芸能、スポーツ、医療など世の中のあらゆる話題から見た目問題解決のヒントを探る NPO 法人マイフェイスマイスタイルのノンストップ生放送番組ひろこピッチの穴、3月28日ボリューム141をお送りいたしますのは私ひろこピッチと本日のアシスタントは、はい、眼鏡下垂の会のマリンです。はい、そして本日のゲストは、はい、吉村さやかです。の3人でお送りしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。いや、いいね。先週に引き続き今週も華やかな感じでですね。先週も可愛らしかったけど、今週もね、いいですね。しばらくほらちょっとむさ苦しい感じが続いたから先週くらいね、うん、ね、ここのとこちょっと力を入れて華やかな感じで、むさむさ華々しい人もいたけどね。そうね、そんな方もいらっしゃったかもしれないけど、まあ先週今週は華やかにお送りしていきたいと思います。そんなに緊張するような番組じゃないので大丈夫です。はいはいはい。ということで、はい、本日のゲストの吉村さやかさんは、はい、当事者さんです。はい、当事者です。はい、ですね、まあ簡単にメルマガではご紹介しましたけども、うん、全身型の円形脱毛症ですね。はい、はい、そうですね。はい、ね、誘導尋問。はい、そうだと思います。ということで、じゃあすごく簡単に症状の説明からよろしくお願いします。はい、円形脱毛症なんですけれど、うん、まあ、反発型と言われていて、一応その頭髪は全てなくって、体毛もないと。かろうじて眉毛とかまつ毛がまあ時々生えてきて。いるという感じですね。暗い。はいはい。眉毛、うん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 、あるの？いや、ないんですけど、これぐらい？ちょっとだけ？ちょっとだけ、うん、部分的に。まつ毛はこれも自まつ毛で、調子がいい時は生えてくる。まつ毛結構ありますね。うん、まあ、そうですか。ありがとうございます。うんうん、なんか、ね、まつ毛ない人多いのにね。私もでも2年ぐらい前はなかった。うん、なかったですよ。で、生えてきて。なんかまだいけてるかな、まだいけてるかな、まあでも女の子はね、つけまできるからね、うんうんうん、まだあれだけど、男の子だとほらラインも書けなかったりするしね、結構あれだけど、うん、つけましたりとかするんですか？しましたしました。大学生の時には全然なかったから、もうつけまつけまつけまった、うん、プロですね。そうですね、私ね、生まれてこの方つけまつけしたことないの。でも必要がないから、する必要がない。でもそんな別になんていうの、大層なものがついてるわけじゃないんだけど、大層なもの結構ついておられますよ。ついてますよ。そうかな、うん、そんなに長いくもないしね。いや、結構びっしり生えてる感じ、うん、でもやったことなつけたことないね。そういうのが傷つくんじゃないですか、人によっては。そうなんですよね。大層なものじゃないかなとかっていうのが、ね、いやいや、いいです。すいません。いや、とんでもないです。ですよね。そっか。さっきから。本当に。いや、私は傷つかないですよ。もうね、番組始まる前から失言の嵐。いや、いや。大丈夫です。もう3人で話しててね。いやいやいや、それはないわーっていう話ばっかりしちゃいましたけど。いいえ。じゃあ、すいません。すいません。とんでもないです。大丈夫です。真っ赤になっちゃうよね。ね。はい、私もなりそうです。ということで、うん、だから、全身型、まあ、反発型って全身型のことなんだけども、うんうんうん、の円形脱毛症で、うん、まあ、基本的には髪の毛も体毛もほとんどない感じで、うんうん、眉毛とまつ毛が微妙にあるかな、うんうんうん、微妙にあるかなみたいな、うんうんうん、はい、はい、はい、どうぞ。あの聞いてもいいですか？どうぞ。何ですか？鼻毛は生えてるんですか？あ、ないんです、ないんです。だからご飯食べてて熱いものとか食べると、うん、すぐ鼻水垂れてきちゃうから。だからティッシュいつも持ってる。
なるほど。鼻毛がないと鼻水って垂れちゃうの。すぐ垂れちゃう。抑えるものがないから。ですよね。花粉症はないんですよ。あ、花粉症じゃない。うん、それはラッキーかもしれないけど、うん、鼻毛ってないと結構なんだろう、困ったことってあるんだね。いや、うん、あると思うよ。うん、そっか。うん、でも私それに気づいたのも当事者会に入って、うん、でみんながそのあるある話的に、うん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 、ティッシュって超必要だよねみたいな話を。うん、ああ私毛がないから流れてきちゃってたんだみたいな。ああそっか、うん、他の人の話聞かなかったら別に、うん、なんて言うんだろう、気づかなかった、気づかないもんね、うんうん、私垂れやすいタイプなのかしらみたいな、この鼻水出てくるんだなみたいな感じ。そあと眉毛がやっぱりないと汗かいた時にすぐ目に入るとかっていうのはなんか誰か言ってたよ、うんうん、あそうか。だけどそのカツラをかぶってると汗がここのラインで止まるんですよね。一応は止まってて溜まってるから、うん、脱いだ時にパシャってパシャパシャまではいかないけどツル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 って、そっか、こう、ここでこう止まってる。一応はね、一応は止まってる。私はそうですね、そういう感じなんだ。うん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 、はい。あ、もうよろしいですか。すっごい解決した。解決した。よかったです。よかったです。ちなみに私は花粉症なんで。ああそうですか。もうひどい、うん、もうひどい、薬飲むね。うん、うん、じゃないとね、それこそ鼻水が止まらない。ああ、あってもあっても、うん、まあいらない情報ですね。いやいやいやということでですね、はい、まあというじゃあそういう症状の、うん、今日は吉村さやかさんを、はい、ゲストにお迎えしておりますけれども、はい、そうなんです。うん、去年かな、うん、Facebook の写真書いたの。そっから始めるんですね。はい、いや私はね、なんかあれがねちょっとねおっと思って、お思い切ったことをいつかゆっくり話を聞いてみたいなんて思ってたのでゲストに来てもらったら、うん、そこを聞いてみたいって思ったんですけども、うん、まあいきなり唐突に聞いたところでえっっていう風になってしまうので、うん、まあ、ゆっくりおいおいと、はいはいはい、最後はそこにたどり着くぐらいな感じでおいおいと、うん、お話を聞いてみたいと思うんですが、はい、今、うん、大学院生ですよね、はい、そうです、はい、で院生で一応脱毛症のなんかちょっと研究をしてる、うんうん、え、そうなんですか。そうなんですよ。あ、そうなんです。研究者ってそういうことなんですか。はい、そういうことなんです、うん、ですよね、うん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 、っていうのはなんかアンケート調査とかはされてたりしたんで、うんうん、インタビュー調査ですね。インタビュー調査かしてたりしたのでチラッと知ってたんですけど、うんうん、どうしよう、ね、どうしてそういう研究をしてみようって思ったのかなっていうことを聞いてみようかとも思ったんだけど、いやでもそこからで大丈夫、そこら辺からで大丈夫かな、はいはい、大丈夫。じゃあその辺から聞いてみようか、はい、うん、多分ここで結構尺取れると、尺取れる、取れる OK 私はそもそも、うん、大学4年間出て、で大学 その学部の4年の時に卒業論文書かなくちゃいけなくって、うんうん、その時は私はフランス文学的なことをやっていたんですよ。あ、大学ではそうなんだ。そうそうそう、で全然違う、全然違う、うん、で今はその、まあ、一応その社会科学的な領域にいるんですけど、うん、もう完全に文学領域 で、うんうんうん、でその時 の、 そのメンターの先生も日仏比較の先生で、うん、だから、まあ、日本とそのフランスの文化とか文学 の、 その比較をしなさいみたいな、うん、でそういうその研究領域のもとに私はいて、その大学の卒業の時ってね、でその時にまあ卒業論文書かなくちゃいけないし、一応その先生 の、 その専門領域に合わせなくちゃいけないから、うん、さあテーマどうしようかなみたいな、うん、フランス語ペラペラなんですか。いやペラペラではないんです。学部の時にフランス留学をしていて。おお、そうなんだ。そうなんですよ、うん、フランス留学、はい、半年間フランスに行ってきました。なんだ、随分今日は高尚な感じになってきてよ。あ、いえいえいえ、とんでもないですそんなことはないですうん、それで、まあ、そう、それもあって、でね、その
なんかそのテーマ決めなくちゃいけないんだけど、うん、何にしようかなと思って、うん、でその時に漠然となんか浮かび上がってきたのが髪の毛っていうテーマだったんですよ。あー、うん、うん、でなんでその漠然とっていうことを言うかっていうと、私は自分が脱毛症の当事者だって思ってなくって、うん、で思ってなかったの、うん、思ってなかった。で気づいたのが2年前なんですよ、うんうん、で、あ、私ってでこれって円脱っていう病気なのねって気づいたのが2年前で、あ、先天性、うんうん、いやいや、ちょっと待って話してるしね、うん、でもそもそも、髪の毛が、うん、要は抜け始めてっていうのかな、うん、その発症したのは、うんうんうん、7歳です。7歳の時、うん、そう、小学校1年生の終わりの時に、私は抜けてる時の記憶は ほとんどないんですけど、うんうんうん、母が多分気づいて、うんうん、で後頭部あたりから抜けて、もうみるみるうちに抜けてっていう感じなんでしょうね、うん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 、で抜けた多分半年ぐらいでも抜けちゃって、うん、それからすぐアデランスのカツラ作って、うん、もうそうなんですか。そうなんですよ、うん、でもずっとかぶり続けているんだけれども、ただその7歳の時から、7歳、そう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 、だからもう21年間ですか、おーおーおー、うん、かぶり続けている。じゃあプロですね、もう。そうですね、そういう意味でね、だいぶ、うん、だからだけどやっぱりそのかぶり始めているという表現よりむしろ、うん、なんか一番初めはなんかかぶらされたっていう感覚、うん、あー、うん、あー、うんうん、うん、でだからその小学校の時もなんで私これかぶんなくちゃいけないんだろうっていうか、うん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 、でもまあ両親はやっぱりね、守ろうと思ってかぶせるわけだけど、うん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 、私としてはなんでこのその自分じゃいけないのかっていうところで結構葛藤があった。あ、うん、でも確かに自分なんかもう7歳ぐらいだし、そのあと髪の毛がないっていうのがその、まあ、格好つきの普通じゃないんだってことは分かってたから。なるほど、うん、だからそうだよね、確かにこれじゃ人前に出れないよねと、うん、かぶんなきゃいけないよねって、うん、それ何歳くらいで思い始めたんですか。いや多分あのね、8歳9歳ぐらい、まあ、なんて言うんだろう、その潜在的にふつふつとなんかそのなんか違うなんか違うって、うん、これなんか、うんうん、この状況ってなんか違うんじゃないのっていうモヤモヤとした多分思いがあって、うん、でそれがその例えばそのお友達とのその関係とかでも自分がそのカツラかぶってるっていうことを学校で言ってなかったのね、うんうん、で周りの友達突っ込まれたりとかもしなかった、うんうん、しなくって、いや、あのいい学校だったんですよ多分、うん、それで、うんまあ、多分さりげなくなんか気づいてただろうけれども、うんうん、お友達あたり一人そうやって言ってくる人はおそらくいなかったんだけど、うんうんうん、私がそのカツラをかぶってるっていうことでやっぱりその隠し事をしているから、うん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 、こんな私のことを好きになってくれるはずがないじゃないんだけど、うんうん、他のお友達と距離を置くようになっちゃう、うんうん、そうすると自然的にあの子離れてるから、うんうん、っていうことで、うんうん、なかなかねその仲間というか親密なお友達を作ることができなくって、で隠し事をしているっていうその思いからかは分からないけれど勉強にもなかなかその集中できなかったしっていうので学校が嫌いだったそれでしかもまあ、まあ、家から学校から家は近かったんだけど割とそのちょっとなんか体調不良とかで休んだりとかして5年生ぐらいの時にはほとんど学校に多分行っていない、うんうん、あ、それまでの朝のお支度は誰がしてたんですか。朝のお支度、カツラかぶるってことですか。そうです。カツラはあの学校の校則があって肩についたら結ばなくちゃいけなかったんですよ。あ、髪の毛、ね、うん、でその当時のカツラっていうのは本当にもうあの人毛でね、もう重たくって、あ、分かった、本当にこうそ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 う、おかっぱ、おかっぱでした、うんうんうん、本当にパッツンでおかっぱだったから、ただそれをかぶればいいだけだったから、うん、自分でできていた、うんうんうん、最初のうちはお母さんはやってたんですか。うん、多分ね、手伝ってくれて、うん、かぶれない、うん、その時の記憶は全然ないですけど、うん、多分してくれてたんじゃないかな。だから朝その服を着て、うんうんうん、っていうその支度の一つとして、うん、かつらもかぶるみたいな感じで、で学校行くっていう、そうだから、うんうん、あの洋服を着て外に出るっていう感覚と一緒、うんうんうん、でずっと着たでしょ、うんうんうん、小学校着て、うん、でまあそうだよね、なんとなくだから自分ではみんなはカツラじゃなくて髪の毛があるっていうのは分かるわけじゃない、うん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 、で自分はなくてカツラをかぶってるっていうのは、うんうんうん、なんて言えばいいんだ、子供心に確かにこう、うんうん、
みんなとは違うんだみたいな、うん、こう、まあ、もやもやじゃないんだけど、うんうんうん、を抱えつつみたいな、そう抱えてた、うん、やっぱりその、うん、スキンヘッドの私とそれカツラかぶってる私って見た目がやっぱり違うし、まあね、髪の毛あるとないは結構印象変わるもんね、うん、でカツラかぶってる時の私にこう例えば好意を抱いてくれた人がいても、いやそれはその私じゃないからみたいなね、多分どっかでそういう思いがあったんだろうし、うんうんうん、人があんまり好きではなかったんだと思いますね、うんうんうん、5年生になったら全く行かなくなっちゃったんですか？ほとんど行かなかったと思う。だから5年生の算数とか苦手なんですけどね、家庭教師やってて。そうなんですか？そう。で5年行かなくて6年もなんか引き続き行かない、いや6年は行くようになったんですよ。でそれがなぜかというと、うん、あの今でも仲のいいあの春子ちゃんというお友達が、うんうんうん、できて、で彼女とその2人でそのなんだろうな、いろいろと係の仕事をしたりとか、あ、うん、仲のいいお友達ができたのね。できた、うん、でしかもそれは彼女の方から寄ってきてくれた、うんうん、でその寄ってきてくれて、最後はじゃんっていう感じで、うんうん、でまあその5年生の時に不登校だったっていうのもあったから、まあ、不登校だ、うんうん、あったから、うん、まあその時に6年生の担任の先生も割とその計らってくださって、うんうん、あの席替えの時も必ず春子ちゃんと隣になるように、うん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 、で2人の時間をがだんだん増えてって、お互いのうちにも行き来したりとかしてすごく親密になって、うん、で彼女がいるから学校に行けるようになったんだと思う、うんうんうん、私は、うんうん、はるこちゃんは、うん、なんていうのかつらかぶってるのは知ってた、うん、言わなかった。そうなんだ、うん、だけどなんとなくやっぱはるこちゃんだけにはこう、うん、なん今までのクラスメイトはなんか自分が、うん、隠し事をしてるっていうのもあって、うん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 、なんとなく距離感を感じたわけじゃない、うんうんうん、でも春子ちゃんにも言ってないけど、うん、なぜか親密になれたんだ。そうなんかね、その彼女のことをなんか信じるって変なんだけれども、すごく信頼できたっていうか、それこそね、うん、なんか見てくれて判断しないじゃないけど、うんうんうん、その外側ではなくってっていうようなところを、空気をきっと春子ちゃんが持ってるって私は思ったんだと思う、うん、へで6年は春子ちゃんと一緒に、うん、結構ある程度こう楽しく学校に行ったの。楽しかったですね。そう、6年生ぐらいからすごく楽しかった。で中学校も、まあ、春子ちゃんと引き続きずっと一緒だったんだけど、まああの小学校の時の基礎勉強ができてないから、うんうんうん、中学校の時も中1中2ぐらい赤点ばっかりで、うん、ただその中3の時にそれを見かねた先生が、うんうん、そのまあ、ここの塾というか うんうんうん、個人の先生のところに行ってみたらみたいなの、うん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 、でそこで英語とかも特訓して、うん、成績が上がってきた、点数が取れるようになってきた、うん、そしたらば、あ、勉強ってこうやってやればいいんだなみたいなことが見えてきた、うんうん、そうすると点数が良くなると自分に自信がついてきて、うん、それまで人の前に立ったりとか目立ったことをしたくなかった性格だったんだけど、うん、なんかそのやってみようかなっていうモチベーションが上がってきて、で委員会の例えば委員長やったりとか、うん、っていう風なことをやり始めたの、うん、こうあれだ、スパイラルがだからプラスの方向に動き出したみたいな感じだよね。一、うんうん、つ自信がつくと、うん、また次のことやってみて、うん、でまたこう、うん、またやってみるみたいな、うん、だったような気がする。だから大学、まあ、初頭からちょっと私は精神ですけど、うん、ずっとそのままエスカレーターで行って、うんうん、大学入って、うん、でもやっぱりその時もまだ自分がそのスキンヘッドの自分、あ、スキンヘッドの人っていうのは私ぐらいしかいないんだろうと思ってるのね、うん、ああ、うん、ここに来てだからその、うん、さっきのつい2年前でしたっけ、そう2年前ぐらいに知ったっていうのとちょっとつながってくるけど、うんうんうん、だから円形脱毛症っていう病気で髪の毛が抜けてっていう、そのいうふうに理解するんじゃなくって、うんうん、自分一人だけが、うんの、なんて言うんだろう、が髪の毛が要はない人みたいな、うん、はい、そういう人みたいな、うん、って思ってて、うん、なるほど、周りにはそんな人はいないと思っていた。うーん、でやっぱりなんだろうな、その
もちろんその小さい頃発症してからは治療もしてはいたんですけど、なんかそういう部分って自分の中でなんか消しちゃったのかも。なんかその病気だって思いたくなかったのかもしれない。あ、今から思うとね、うん、だから病気だって思うよりかは、うん、自分はこういう人なんだみたいな。でやっぱりその髪がないだけで言ってしまえば、うん、髪とかその体毛がないだけで、まあ、機能障害的なものはほとんどないし、うん、うん、歩けないわけでもないしとかね、うん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 、だからそれをその障害っていうふうにも思ってなかったというか、あ、うん、特に痛くもないし、うん、何かこうなんて言うんだろう、まあ、病気だったらこう何か出てくるよね、痛いとか苦しいとか、うん、そういうのもないし、うんうんうん、っていう感じか。そう、むしろそのカツラかぶることで例えば暑かったりとか、うんうんうん、あとは何そのプールとか温泉とかなかなか行けなかったりとか、そういうふうな新しいその、まあ、障壁というか壁が、うんうんうん、出てくるわけで、うんうんうん、そっちの方がむしろ問題だった私的には、うんうんうん、ああそっか、髪の毛がないっていうことよりも、うんうん、それによって引き起こされてくることの方がカツラをかぶることによって、うんうんうん、あーごめん、そっか、うんうん、髪の毛がないってことじゃなくてカツラをかぶることによって、うん、新たにこう起こってくる方、うん、まあ障壁っていうか問題っていうか、うんうんうん、が自分としては大変だったってことなわけね。そうです、そうです。なので、うん、ずっとまあ病気っていう意識もなく、うん、ずっとまあ小中高大まで来ちゃった、うん、来ちゃった、むしろ大学院のその修士まで来ちゃった、修士まで来ちゃった、修士まで来ちゃった。で、まあだけどやっぱりそのさっきの卒業論文の話に戻るんですけど、うんうんうん、だからその卒論のテーマで紙を出した時っていうのは多分やっぱりその紙について多分知りたかった、うん、あないからだ、何なの髪の毛ってって思った。なるほど、うん、カツラかぶればいいんだけど、うん、いやそれはいいんだけども、うんうん、いいんだが、じゃあ髪って何よって思った。うん、なるほどね、うん、まあそうだよね。だからその7歳の時からずっと自分で明確な、なんかこう明確にはっきり分からなくたとしても、うんうん、ずっとこうもやもやがあったりっていうのは消えてないわけじゃない、うんうん、ある意味、うんうん、だからやっぱ髪の毛っていうのが、うまい表現ないけど、まあ、気になってるってのともちょっと違うんだろうけど、うん、なんか引っかかってたみたいな、まあ、そうですよね、そっか、うん、だからじゃあ卒論テーマ何にしようって思った時に、うんうんうん、ああ髪の毛テーマにしてみようかなって思ったんですよ、って思ったのね、うんうん、そう、なんかねふわって出てきたの髪の毛っていうのが、うん、うん、っていうのは多分なんかそういうの研究みたいなとこに持ってかないと、持ってかないとというか他に話す場がなかったのかな、その紙についてそのいろいろとその話ができるみたいな多分環境がないと私は思っていて、うん、うん、そうだから研究テーマで紙だったら、あ私紙についてなんかできるじゃないみたいな、うん、そういう多分場が欲しかったのかなっていうふうに今は思っていますね、うん、その時の髪の毛のどんなことを聞いてたの、うん、そうそうそう、でその時は、うん、うんと、そのさっきも言ったように日仏比較の先生だったから、うん、フランスの、そう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 、ね、うん、だから卒論のタイトルは、フランス服飾史に見る髪とモード副題が新規性の追求みたいな感じだった、うん、すごい、要するにそのフランスの文化、うん、服飾のモードの流れの中で、うん、古代から、うん、中でその髪の毛がその、まあ、いわゆるその流行とかモードとどういうふうに関係してきたのかみたいな、だからマリー・アントワネットのカツラのこととか、うん、そのバロックとかうんぬんかんだみたいな、折り紙ですもんね、そうそうそう、そうですよね、うんうん、だからそういうのの、その時は多分カリカチュアってあの風刺画、うん、風刺絵みたいなものを大あの分析の材料にして描いてた、うん、うーん、なんかだから全然その、ね、うん、そう違うんだけどやってたかな、だからこう脱毛症ドンピシャじゃなくて、うんうん、こうふわっと髪の毛みたいな感じで、うんうんうん、でしかも日普通だから、うん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 、そのフランスのみたいなことで、うんうんうん、そのテーマにして卒論は一応書いたと、書きましたね、その時は、うん、
みんなにはカミングアウトしてない、うん、してないしてない、その時まだ気づいてない自分が。あ、そっか、うん、そうするとその先生も知らずに言った、うん、あ、先生には言った、うん、で、なんでさやかさん髪なのって、なんで被り物じゃいけないのって言われた、うん、それ女性の先生、そうなんですよ、年配の女性の先生で、うんうん、なるほど、うん、なんで被り物じゃダメなのかしら、なんで髪なのか、まあ、確かに身体に関わって身体の問題だから、ちょっとね、文学でやるにはちょっと難しいっていうか、うんうん、って言った時に、私がやってし髪の毛がないからだと思います、うん、髪の毛がないから私は髪について知りたいんです、素敵なことを言って、うん、先生びっくりみたいな、先生は気づいて、気づいてない、気づいてない、本当にみたいな、うん、えカツラかぶってるのみたいな、そういう感じ、それウィッグなんですかみたいな、そう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 、うん、言われた先生もびっくりだよね、うん、そう、結構、ね、年配の、そう、60代のおばあちゃん、それびっくりですよね、うん、それ何歳の時だったんですか？それがだから22、あ、23とかそれぐらいですかね、あ、22か、22か、うん、22だ、うんうんうん、22ぐらい、へえ、うん、4代だったんですね。あ、そうです、4代です、はい、そっか、うん、じゃあまあとりあえず先生にだけ言って、うん、で、じゃあ分かったって言ってそのテーマになって、うんうん、でもテーマでその卒論書いてるってことは病気のことは一切触れてないよね、うん、あ、もちろん触れてない、ね、全然そういうのはないよね、うん、本当に文化としてっていう感じで、うんうんうん、髪のヘアカルチャーみたいな感じでしょ、うんうん、で、じゃあ4年で卒業になりました、はいはい、で今度院に行きます、進まっていきます、うんうん、その時には、うん、気づいてないし、まだ脱毛症の研究、うん、じゃない、行ってないんだ、ない、あ、違うんだ、うん、行ってない、就職されなかったんですか？うん、してないです、就職っていうのは頭になかった、なかった、私働けないと思ってた、え、なんでなんだろう、なんかそもそも、うん、もともと小さい頃に、生後6ヶ月ぐらいの時に川崎病っていう心臓病だったんですよ、うんうん、で、もともとその体の弱い子っていう風な感じで育てられてきて、で、私初めそうそう、その川崎病の後遺症なのかなとか思ってたし、受けちゃったのがね、そうそう、なんか、なんかそういう風にその意味付けをして自分をごまかしてきていた、で、まあ家族も、まあ、さやちゃんは体が弱いからっていう感じで、働かなくても大丈夫なような環境を作ってくれていて、さやかが好きなことをやりなさいみたいなね、うんうん、ご両親そう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 、家族が、うん、だから、うん、3年生の時ってほら就活をしなくちゃいけない、うんうんうん、でその時にちょうど私はフランスにいて、でフランスから国際電話かなんかでもうみんながそのエントリーシートとかなんか書いてたから、うん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 、パパ私就活しなくていいのみたいな、うんうん、いや、いいんじゃないみたいなそっか、うん、その時は確かになんか、仕事をしなくていいのかなって思ったけれど、まあでも家族がそうやってもしかしてできないのかしら私みたいなね、なんかそういうふうな錯覚にもなったし、うんうんうん、で結局その就職っていう道はな、自分の中ではなく選択肢はなくって院に行きたいなっていうような、うんうんうん、感じで行きましたね。で院に入るじゃない、うんうんうん、でもその時はまだ社会学は社会学で入ってる、うん、そのフランス文学、フランス文学で入ってくんだ、院に、そうで入って、でその修士課程の2年もフランス文学で行くね、でやったの、うんうん、でその要するに社会学に移ったタイミングっていうのは、うん、その先生がご退官なすった、やめたのね、うん、大学を、うん、そうで、私は社会科学の先生のもとに送られた。え、なんで？まあ、辞めます、うん、でもフランス文学の先生と他にも、うん、いなかった、いなかったんだ、うん、それで一応そのなんだろう、私が今通ってるのは社会文化学っていう専攻なんですけど、うん、その中にはその文化人類学とか、うんうんうん、あるいはその社会心理学とかも、うん、もうごちゃ混ぜで、うんうんうん、それぞれ の, その学問領域の先生が一人ずついらっしゃるような感じ、うん、でその文学系とその社会科学系で一応分かれてはいるんだけど、うん、大学院になるともう一括りになっちゃってるから、うん、まあ似たような、しかも女性に結構こだわってやっていたので、うんうんうん、その今見ていただいてる先生は、まあ、ジェンダーとか、うんうんうん、あとはなんか、まあ、女性 の, その生き方ライフコースみたいなのご専門だったし、うん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 、なるほど、はい、だその自分が支持してた先生が辞めるにあたっ
って、うん、まあ自分が今までやってきたテーマと一番いけそうな先生どれかなって思ったら、その社会科学の、まあ私が選んだわけではないんだけれども、先生がじゃあ今の先生にセレクトされて、セレクトしてくれた、きっとこの先生がいいんじゃないみたいな感じで、うんうんうん、なるほど、うん、でそこで一応まあ専攻がちょっと変わりました。うん、そしたら、うん、そこからそのフェイスブックの話もなってくると思う、うんうん、そこら辺から大事だと思う。大事、ここまでも結構面白かったよ。大事大事だって。あ、そこ、うん、そこがなかったらここに来ないからね。そうそうそう、だから、うん、だから時系列なんですよ。なるほどね。うん、いやそれで、うん、とそしたらその社会学の先生女性で、うん、同じく60代なんですけど、うん、まあ社会学やってる人から、まあ、バサバサというか、サバサバしていて、うんうん、で、あなた何について調べてるのって言われて、うん、私髪の毛ですって、何で髪調べてんのって言われたんですよ。でその一言は決定的で、私何で髪の毛調べてるのかな、髪の毛がないからだと思います、うんうんうん、あ、じゃあそれ脱毛症でしょって言われて、え、脱毛症なのえ、私脱毛症って思ってた。でもでそれで周りにそういう、いや、いるからみたいな、好き、うん、あの先生がね、そう、うん、で調査どういう風にするみたいな、調査私今までずっと文献研究だったんですけど、うんうん、いや社会学はやっぱり、ね、調査しなくちゃいけないから、うんうんうん、いやインタビュー関係とかやんなくちゃいけないしみたいな、うん、だからその調査対象者を見つけてらっしゃいっていうところから始まったんです。ああ、うん、じゃあ自分から、うん、あ、私ってこういう病気だってこう気がついたっていうよりかは、うん、その先生にえ、だって脱毛症でしょって言われちゃってそうそうそう、みたいな感じだ。あ、そう、そう、だから2年前はそれが2年前なんですけど、うん、びっくりして、でその川崎病のその後遺症だと思っていた部分もあったから、うんうん、まずはそこをあの白にしようと思って、うんうんうん、その主治医の先生に電話をかけて、うん、いや先生、私まだスキンヘッドなんですけど、うん、川崎病の後遺症って髪の毛抜けますか、うんうんうん、って言ったら、いや絶対ないないないみたいなあ、そうなんだと思って、それで、でそのしばらくその針の治療をしていたんだけれども、うんうん、その時のその先生にも電話をかけて、うん、あ、さやかちゃん元気、久しぶりだね、うんうんうん、で先生、私って脱毛症だったんですかって、うん、それはね、円形脱毛症の反発型だねみたいな、あ、そうなんだ、針っていうのは鍼灸院ですか、あ、そう、で頭に針を刺すんですよ、だから体に刺しますよね、うんうんうん、あれと同じで、うんうん、頭に刺して、はい、なんか血流を、肩こりとか取るような鍼灸院ですか、うん、そう、ね、あっさり言われちゃった、うん、と思ってそれにはずっと通ってたんですか、うん、それは、小学校の、うん、2、3年生から4年、うん、2、3年続けては、ね、うん、でも、まあ、うん、あんまりかんばしい効果ももちろんなかったし、あとなんかその先生 その研究報告のなんか論文かなんかに私の頭の写真が載ってるのを母が見て、うんうん、あ、これはそのなんだろうな、その実験台ではないけど、なんかそういう風なものにしか使われてないんだっていう風な母の解釈からその病院には通わなくなった、ちょっとお母さんがえっていう感じになったっていうのもあるんです、うん、でまあ劇的になんかもしね、うん、効果が出てる場合だったかもしれないけど、うん、それもあんまりなかった、うん、でも久しぶりに電話したら先生にあっさりと反発型の円形脱毛症だよって言われちゃって、うんうんうん、あれって感じだよね。あれと思ったねえあ、そう、病気と思って、そうだね、うん、その時ってどういう感じなの、びっくりなの、うん、びっくりです、なんかもう、ふーんって感じかななんか、あ、そうかっていう、でもとりあえず何かその締め切りの論文が査読かなんか書かなくちゃいけなくって、うん、とりあえず調査対象者を見つけなくちゃいけないから、うん、じゃあ円脱のなんか当事者会に行かなきゃみたいなそれまで患者会には行ってなかったの、いや、行ってないですよ、だから私一人だと思ってたから、そうだよね、一人だと思ってたしまさか 病名のつくような病気だとは思ってなかったわけじゃない、うんうん、でやっとここに来て円形脱毛症だっていうのが分かって、うんうん、でなおかつもう論文書けっていうのを締め切り来ちゃう、探さないとみたいな、うん、そこでじゃあ円形脱毛症って検索したんですか、初めてね、生まれて初めてそう入れたの円形
そうで、そうか、髪の毛がないとかそういうので検索 しなかったよね。しなかったしなかった、だって別に問題なかったいや確かにカツラかぶってたらなんかや大変だなと思ったけど、でも髪がないことで別に問題はなかった。そうなんだよね、うん、髪がないことで問題がなかったんだよね、うん、さっきも言ったように髪がないことで問題が起きなくて、うん、カツラをかぶるっていうことでいろいろ煩わしいことが出てきちゃってただけなんだもんね。だから髪がないっていう方では検索しなかったんだ、うん、しなかったです。なかなかそういうパターンの人もいるんだね。ね、いるんですよね。それ、うん、最初は円形脱毛症で検索したんですか、それとも円形脱毛症どうやって探したんだったかな、患者会とかだったんですか。なんか脱毛症って多分入れたら円形脱毛症考える会が上の方に出てくるんですよね。あ、そうなんですか。 Google 先生で行くと、あ、うん、出てくる。2年ぐらい前だったらもう結構頑張ってるかも、うんうんうん、出てきて あったあったと思って、え、それクリックしたら、うん、あの円形脱毛症を考える会の会長のお顔が出てくる感じですか、うん、いや出てこなかったです、その時はすぐには、うん、なんか下の方になんかちっちゃく出てくる感じで、うんうん、こういう会があるんだなって、行きたくなかったんですよね初め。な、行きたくなかったの、なんで行かなくちゃいけないんだろうとすぐ直近の、うん、なんかセミナーがあったんですか。いや、ね、あの開放は電話をかけたらば次回開放発送作業がありますから、うん、その時にぜひいらしてくださいって言って、で菓子折りを持って行ったんだ。菓子折りを持って、うんうん、初めましてって言って、え、行きたくなかった。いや怖かった、なんか、あ、そう、うん、なんかそもそもにして、まあ、これ私の性格で新しいところに行くのは苦手なんですけど、うん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 、それもあったし、なんか現実を、現実っていうか、あ、今までその伏せて生きてこれたものを直視しなければならないっていうところがなんか、うん、辛かったのかな。だって隠しても別に隠してもいいじゃない。あ、すいません気づかなかった今撮影タイムな感じ、はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。あ、そこちょっと、やっぱあれなんだ、うん、だからね、なんだろう、すごい困ってたわけじゃないんだけど、うんうんうん、かといって多分それに自分がこうちゃんとこう向き合ってたわけでもない感じだったんだろうね、うんうん、なんとなく先送りにしてるじゃないんだけど、うんうん、見て見ぬふり的な感じでずっとここまで引っ張ってきたのに、会、うんうん、に行ってさ他の当事者さんに会うっていうのは、うんうん、まあ、ある意味自分自身もその症状と向き合うみたいな、うん、てかその症状であるってことを認める的な感じがやっぱちょっと怖かった、うんうん、怖かった。あ、多分なんかその当事者であることを認めるまでに時間がかかったんじゃないかなって思います。すごいかかりましたね、うん、すごいかかった、うん、え、それ、患者会に行った瞬間に、うん、あ、自分は当事者だって思ったんですか、それとも、うんうん、しばらくして、ま、してですか。しばらくして1年半ぐらいか多分かかってると思います。患者が行ってから1年半ぐらい、うん、そうだから本当ここ半年ぐらいだ、うん、ぐらい。だからやっぱりその問題を客観的に見るみたいなところがなかなかできなくって、うん、ね、論文なんか書けないですよね、そんな書けないですよね、書けないですよ。あ、でもあれか、逆に言うと、うん、論文、ある意味論文書かなきゃいけない的な感じじゃない、うんうん、もうだって時間ないし、時間ないし、うんうん、もうどんどん期日来ちゃうし、うんうんうん、みたいな。それが逆に言って、それなかったらさ、うん、ずっとまだ向き合えてないかもしれないよね、うん、いや絶対それはそうだと思う、絶対って言っちゃったけど、うん、それはね、あると思うな。そうかもね、うん、だからすごい、なんかすごいきっかけっていうかなっていうか、うんうん、そうか、はい、これ1時間で終わり、終わんないね、やっとここ、やっと今ここぐらいな感じだからね、これね、すいません、いやいやいや来週もって感じですけどそうか、なるほどね、いやこれはなるほど、うん、これ残り数十分で凝縮する感じですか。うん、
や、いいんじゃないか、今ここまで来たからとりあえず今ここみたいな感じで、うん、まあでもだから2年前にだからその当社会に行って、うん、その論文を書き始めたっていうか、そのテーマをまとめ始めて、うんうん、で2年かけてまとめたわけじゃない多分、うん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 、それ今ってことでしょ。そうです、ね、それがちょうど今2年目ぐらいって感じでしょ、うんうんうん、そうですね。でその1年半ぐらいのところで、うん、なんか自分も当事者だっていうふうにこうちょっとこう思えるようになったみたいな感じ、うんうん、自分でその瞬間ってなんかあるの？いや、あのね、書いてる文章が変わってくるんですよ。だから一番初めはなんかそのやっぱり怒ってたし、社会怒ってたの？怒ってた怒ってた。だから何を？当事者になんか主権をみたいな、なんかなんだろう、なんかそのそういうタイプだったんですか？うん、っていうのが一番初めの頃だったんだけど、その2年前の時ね、うん、自分が当事者会に、うんうん、行ってなんか初めてそれとちゃんと向き合って、うん、わなきゃいけない瞬間の頃は、うん、なんとなく怒ってたんだ、うん、怒ってた。で、あの菓子折り持ってって、うん、こんにちはって言って、うんうん、のぶちゃんがいたんですか？いました。のぶちゃんとみっちさんがいました。のぶちゃんは、うん、かぶってたんですか？かぶってた、かぶってた、うんうん、普通にかぶってた。発送作業やるときは多分かぶってる、かぶってる、うん、かぶってる、うんうんうん。それ一目お会いして、うん、あ、この人ウィッグだって思いました？いや、だってあの知ってたから。ああ、そうだね、もうあの写真を見てた感じ、うんうん、見てたから、うんうん、あのあ、そっか、俗にさ、よくあの当事者さん、まあ、やっぱいろんなパターンの人がいると思うんだけど、うんうんうん、その当事者会に行って、うん、なんかこう初めて、うん、あ、なんかこう自分の居場所だって思ったとかっていう人もいるじゃない、うんうんうん、そういう感じは、それはね、その時には気づかない、うん、その時はなかった。だから私は陰性で、陰性ですよみたいな感じのスタンスを、研究しに来ましたみたいな、調査しに来たんでご協力お願いしますみたいな感じですか？別に自分困ってきたわけじゃないんですけどみたいな、多分スタンスがあったと思う。ひどいな、うん、いや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 、2年前の時ね、うん、でもそれが多分1年半後、うん、ぐらいからだと、ま、でも本当にね、なんだろう、そのピンポイントでこの時気づいたっていうのはあんまりないんですよね、うんうんうん、だから徐々に徐々に、で私はやっぱりそのなんか書いてるから、うんうん、多分3本ぐらい書いてるから、うんうん、その時々のその論文を読むと、うんうんうん、なるほどね、私この時こういう風な気持ちだったのねっていうような振り返りをやっと最近本当になんかできるようになったっていうか、そうか、やっとやっとできるようになってきている過程のにいる、うんうん、まあ、自分でも文章を書くと、うん、自分の中がいろんなものがこう出てもくるし、うんうんうん、整理もされていくじゃない、うんうんうん、そうですね、うん、のもあるし、あと多分そこで当事者さんにインタビューとかしてるんだよね、だから多分その人の話聞いたりとか、うん、でそれをまた書いたり、それがすごく大きかったと思います、ね、そう、だからね、激動だったね、じゃあ結構、うん、たい、うん、あのやってることは多分会に行って、うん、当事者さんに会ってインタビューして、うん、まとめてっていう、うん、そのなんて言うんだろう、すごく何か激しいことやってるわけではないと思うのが、うん、その外見的にはっていうか、そうですね、やってる行為的には、うん、でも内面的には多分ものすごい、うんうん、なんかこう、うん、激動な、うん、多分1年半、ね、そうですね、本当に、うん、そうだったと思う、うんうん、今まだその最中ですけど、まだ最中な感じか、最中ですね、うーん冬まで行かないですねこれは。でも、あ、うん、でもそのだから Facebook の、うん、あの、うん、プロフィール写真を変えたのは、うん、じゃあそのちょうど半年前ぐらいってこと？そうかな、去年の10月ぐらい、そうですよね、多分なんとなく、うん、そうそう、だからその時にはだから隠しちゃうからいけないんじゃんって思ったんだと思う、なんか別に髪がなくて大丈夫だよってなんとなくそういう気分になったんだなっちゃったんだと思う。写真ではスキンヘッドで写ってますけど、うん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 、実際問題、うんうん、なんか姿を、うん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 、なんだろう、あ、人に人に、うんうんうん、
撮る見せたことが、いやいや、ここでは撮らなくてもいいよ、まあ、いや、ノブちゃんだったり、ミッチーだったり、あ、まだ見せてないと思う、円形脱毛症の会の誰かに、いや、直接だから、その人の目の前で発したことがあるかっていうことでしょ、それはまあ多分ない、だからその親密な他者にはするけど、家族とかその親密な他者にはするけど、やっとできるようになってきてるけど、だけど人前でパッとやんないかな、家族にも結構、家族 OK ですよ、それは子供の時から、家族の前ではもうカツラつけてなかった感じ、そっか、いや、家族の前でも、あ、それ分かってます、って言ったもん、そう、そっかそっか、お風呂上がりも素頭ですか、じゃあ、あ、タオルは巻いてたかな、なんかね、やっぱりその、見せたら心配させ、なんかかけちゃうのかなっていう子供心が働いて、タオル巻いてる、で、なんかそっか、隠すからいけないのかなって思って、出しちゃえぐらいな感じ、だから、いや、いいよ、大丈夫、いや、いるってこういう人もみたいな感じの気持ちだったんだと思う、その時はちょっとそういう気分になってみたいな、なんか多分そのスキンヘッドの状態で鏡を見るのも結構避けて生きてきて、そうなの、多分 今考えるとね、見てなかった、写真も絶対撮ってなかったけど、自分でもあんまりやっぱり無意識に近いぐらいな感じで見てない、見てない、ないように、見ないようにしてた、見たくなかった、そう、あの写真に変えた時、じゃあ自分で出しちゃえって思って結構プチッて出しちゃった、いや、それがね、でもやっぱりちょっと躊躇があった、躊躇した、躊躇した、いや本当にこれでいいのかって思ったでも結構あのさ、表情もあれなんかすごいいい感じ、いい感じの表情、ライトもいい感じだよね、ほんと、よかった、かなりよかった、よかった、なんかこうちょっと、あ、なんつったらいいのか、なんつったらいいのかな、雰囲気がいや、なんて言えばいいんだろう、だって実際問題、なんだろう、見慣れてるのってやっぱりのぶちゃんの頭なわけじゃないですか、あ、みんながね、そう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 、相本さんとかね、そう、から、なんかのぶちゃんとか相本さんとか以外の頭を見たのが、ごめんね全然大丈夫が、写真とかでもね、そうだよね、あんまりみんなだからそこは出さない、あんまりっていうよりも、今現在だって本当に出してる人ってのぶちゃんと相本さんと、まあもしかしたら個人的なブログとかやってる人もいるかもしれないけど、ぐらいしか本当にいないもんね、だから、なんか、なんかね、だって本当はいっぱいいるわけじゃない、でもやっぱりなんて言うんだろう、そこまでこう 出すっていうか 見せちゃって OK って、多分ね、私たちのぶちゃんの頭見慣れすぎてるんだと思う、そうね、そうなのかな、からなんか違った雰囲気っていう言い方もあれだけど、まあでもね、そうなの、そうなの、あの、なんていうの、本当にのぶちゃんがっていうか、まあ、あれはのぶちゃんって感じなんだよね、そう、だからやっぱ他の人の姿を見ることで、もっとこうより想像力が、なんていうの、もっと他にもたくさんいるんだっていうのが、なんかこう改めてそうだって思うみたいなとこはあるよね、そうですよね、だからのぶこさんは別に問題と思ってないことでも、他の人は問題と思ってることもあったりするわけで、その円脱のその当事者で一括りにされちゃうと、なんか問題もなんかいっぺんね、そうじゃないよね、だからまあいろん当事者さんにもいろんな人がいるよみたいな感じ、大事だよねっていうことに最近気づきつつあります、そうね、はい、あれさ、あの写真出して結構周りの反応は、そう、それでね、そこにも一つあってね、そこもある感じ、でも大丈夫、1分で終わると思うなんかそれで、いや、初めそれ出す時に、妹のマリアと、それからその当時付き合っていた彼に一応聞いたの、あの、これ載せてもいいと思う、いや、いいんじゃないって、
それで載せたのね、うんうんうん、ですごくドキドキしたんだけれども、そしたらば一番初めにそのいいねを押してくれたのが、うん、その小学校の時、うん、私があんまり仲良くないと思ってたお友達だった。へえ、うん、だからその初等科の時のそのお友達も Facebook で今もつながっていて、うん、自分的にはなんかまあなんていうのかしらね、本当にお友達だったっていう気持ちはないんだけど、うんうん、でもなんだろう、そういう風な人たちがいいねって押してくれたのが、うん、なんか涙が出そうだった。へえ、うん、Facebook っていい力持ってんだね。すごいね。いいのか、うん、なんかそれいいねって押した方の友達の気持ちもちょっと分かるような気がする、うんうん、あ、そうですか、うん、でも本当にいいねって思ったんだろうね、うん、で、うん、うんうん、何え、わかん、なんか私はなんかちょっと友達の方で、あ、いやだってさ、いいねって思ったんだよね。あ、そうですか、ありがとうございます。うん、うん、いいねって思うもん。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。それもなんかさ、例えばその写真がさ、うん、こうなんつったらいいかな、なんかこう例えば怒っ、なんていうの、こう、うん、怒ってる風っていうかさ、うん、っていうとかだと、お、どうしたって思うかもしれないけど、うん、あのしゃ、なんかこう雰囲気もすごいふんわりした笑顔がね、そう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 、うん、うん、はい、そっか、いいねって感じだったんだ、うん、すごい魅力的に。ありがとうございます、うん、みんなでいいねいいね、はいはい、へー、うん、そっか、うん、なるほどね、うん、そして今ここだよ ね、 そうね、すごい駆け足できちゃいましたね。駆け足できちゃったけどね、はい、うん、やっぱり、うん、聞いてみないといろいろわかんないもんだね、うん、そうですね、本当、例えば10人いたら10人の人にいろんな歴史があるね、うんうん、そう思う。ここまたね、うん、今度改めてこの1年半くらいはじっくり、じっくり聞かないですね、うん、今とりあえず駆け足で、はい、すっごい駆け足できちゃったもん、うんうん、だからさ、脱毛症の人もね、うん、今までだとのぶちゃん、うん、みっちー、うん、さっきで出てくれたじゃない、うん、で、さやかちゃん出てくれたけど、うん、4人タイプ話しても、ね、みんな違うもんね、うん、話がね違うと思う、本当に、ね、だから発症時期でも違うだろうし、うん、あるいはもちろん性別だとか家庭環境とか、うん、いろいろな要素で違うんですよね、きっとね、うん、だからそこら辺を語るって大事なんだけど、それが語らなくてもいいのが今現カツラがあるから、うんうんうん、語る必要がなくって、うんうんうん、別に大丈夫じゃんってなっちゃってるその現状に私はちょっと懐疑的なわけで、そうなんだよね、うん、そうそう、脱毛症の人たちって、うん、あのカツラがあることで、うんうん、例えばまあしなくていいストレスをとりあえず受けないで済んでる部分もいっぱいあると思うんだけど、うん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 、そうそう、こう自分からそのことについて改めて話すとか考えるとかっていう機会をある程度こう閉じ込めることもできちゃうみたいなところあるもんね、うん、あるある。でなんか語るってなると、なんか何どうしてほしいのとか、なんかね、求めてるのって困ってるのってなる、いやそうじゃなくて話したいっていうかね、うん、そう、私ってこうなるようじゃないんだけどね、うん、それってでもやっぱりコミュニケーションを取る中で結構大事ですよねって私は思います。はい、まだまだ本当は続く、あと 2,3 時間は続いてもまだ足りないぐらいなんだけど、うん、まあ、そろそろ時間も来たところで ね、はい、まあ、でも本当今日は、うんうん、確かに円形脱毛症の当事者さんなわけじゃん、うん、そうですね、さんは、はいはい、だけど多分他の症状の人も、うん、その症状についての話は違うかもしれないけど、うん、こうなんかなんつったらいいのかな、その経てきた経験というか体験みたいな感覚は、うん、症状が違っても多分、あ、分かるとかっていうのってあると思うんだよね、うんうんうん、そうですよね、ってなんとなく聞いてて思いました。はい、いい話だったね今日もね、かなり、いやいやいや恐縮です、
全然何話していいか分かんない風だったけど、うん、いや熱く語っちゃいましたね、うん、全然時間足りないぐらい、うん、そうですか、よかったです、聞いてもらいました、はい、もう今日はだってツイート読む時間もないぐらいだもん、ないです、ね、すいませんすいません、じゃあそこはまた今度、はい、でもちょうど私が今目に入ったツイートがあのたかしちゃん の、 この脱毛症の方の話は、うん、脱毛症でない人の役にも立つこともあると思います、うんうん、違う症状の当事者さんだけどね、うんうん、って言ってくれたのがちょうど今、うん、ツイートにも出てるんだけど、うん、本当それはそう思うので、うん、とてもいい回だったと思います、はあ、よかったです、暑かったね、暑いね、陽気も暑かったけど、うん、マイフェイスマイスタイルも暑いですね今日、うん、華やかだし、うん、暑いし、うんという回をお送りいたしました。ということで本日はこれにて終了、はい、本日もアフターはなし、はい、来週は来週はもう4月よ、早いですね、早いですね、来週はもう4月4日、おお、お釜の日ですねか、まあ、そうか、はい、そうだね、そういう人に出ていただくっていうのもありかもしれないってことを考慮しつつ、はい、来週4月4日ボリューム142をお送りします。ということでね、本日はこれにて終了していきますが、はい、全然語り尽くせてないところなので、はい、もっと聞きたいですね、お話を、のでぜひまたシーズン2をよろしくお願いします。恐れ入ります。ということでシーズン2のお約束もいただいたところで、え、今約束したんですかこれ。そうですよ、あ、はいはい、よろしくお願いしますね、ありがとうございます、私でよければはい、ということで、本日は生でご覧の皆さんも録画でご覧の皆さんも同じ、今日はここでおしまい、また来週、さようなら。I'm such a good